1988年マーシャル・ソラールはフランスのジャズピアニスト及び作曲家である。ソラールは北アフリカのアルジェでフランス人の両親の間に生まれた。オペラ歌手だった母親は彼にクラリネット、サクソフォン、ピアノを学ぶよう勧めた。彼の父親はユダヤ人の血を引いていたため1942年に学校から追い出されてしまう。当時、アルジェリアは フランスの植民地であり、フランスのビシー政権はナチスの政策に従っていたからである。ソラールは学校でクラシック音楽を学んだ後もラジオから流れてくる、音楽を模倣するなどして独学を続けた。15歳の時には米国陸軍の徴収を前に講演も行っている。1950年からパリに定住するようになった後、ジャンゴ・ラインハルトやシドニー・ベシェ、 ドンバイアスラアメリカ人の海外公演で共演するようになる。1953年からリーダーとしてレコーディングしていたが、1950年代後半になり、カルテットを結成。その後、ソラールは映画音楽の作曲をはじめ、最終的に20作品以上にスコアを提供した。彼は、ジャンリュック・ゴダールのデビュー作長編映画、勝手に仕上がれの音楽を作曲している。 1963年、ロードアイランドのニューポートジャズフェスティバルに出演した。アルバム、アットニューポート63では、ライブ演奏を録音する予定だったが、実際には、スタジオ作品となっている。この時点で、彼のトリオには、ベーシストのガイペレルセントドラマーのダニエル・ユメールが参加していた。1968年から、彼は、ヨーロッパとアメリカで、リー・コニッツと共演し、 レコーディングを行っている。ザグルッペンレビューは2011年1月号で12ページのインタビューを公開し、そこでソラールは永遠のジャズの研究者としての彼の音楽活動について議論を交わしている。彼のジャズ演奏における手法は、洗礼でユニークかつ理知的と評され、演奏が非常に困難な場合であっても、聴き手には、 至って簡単に弾いているように見せなくてはいけない。技術的問題を抱えていると思われるようでは意味がない。超絶技巧の演奏とはそういうものなのです。ありがとうございます。